おはようございます、しおんくん。はい、乗せて乗せてですね。はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。よく寝れましたか？たくさん寝ました。はい、よかったね。こういうふうにですね、膝に乗るのが大好きです。頭ごっつんこしないようにね、フローリングでね。やばい、私のお腹が鳴った。ちょっと朝ごはん食べよう。しおんくん、ご飯食べますよ。今日はきなこさんがいないので、初めてしおんくん一人で食べるので、ちゃんとね、食べれるかな。はい、しおんくん、ご飯ですよ。あれ、出てこない。しおん、ご飯だよ、おいで。しおん、ご飯だよ。はい、そう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 。ました。えらいえらい、一人でも上手にきれいに食べれたの、すごいじゃん。しおんが隠してたやつお皿に戻したよ。完全にソファーだと思い込んでるかもしれません、私のことを。地図に乗ってきました。はい、シャンお薬の時間です。シャン、お薬です。ご協力お願いします。半分まで入れました。2回にね、分けてあげるようにしてます。シャン、ごめん、もう1回入れていいですか？
前日滑り止め機能付きで、トイレをもし失敗しちゃってもちゃんと拭き取れるというシートを置いてみたんですが、その際はちょっとペラペラしていたのでしゅんくんが遊んでしまうということがあったんですけども、今回マスキングテープをゲットしましたので、こちらで四隅を貼ってめくれないようにしたらうまくいくんじゃないかなというのを試してみたいと思います。大きさはこれが最大サイズなので、こちらで調子が良さそうであればもう一枚買い足すことも考えてます。ベッドの乗り降りで足腰痛めないように端っこはベッドの横に乗せておきます。はい、貼りました。じゃあちょっとしおんくんに入ってもらおうと思います。なんだここは。お、めくろうとしてるけどめくれないはず。マスキングテープよかった。水飲んで落ち着いてる。しおんくんは完全にずっと違う遊びをしてます。あー、やられてるマスキングテープ。終わった。はい、マスキングテープが剥がされてしまいました。髪がね好きだからね、しおんくん。マスキングテープよく考えたら髪そのものですね。しおんくん強かった。まあこういう剥ぐ形で一通りエネルギー発散してもらって片付けたいと思います。
これはうまくいったようないってないような、ちょうどミドルラインを歩いてるっていう感じですね。ちょっと今後の様子を見ながら考えていきたいと思います。今お洋服着てたんですけど、下がね、滑らないので本人も着やすそうでした。お、疲れたかな。なんか遊び疲れた。よかったよかった。本人がちょうどもう疲れてくれたので、このままお昼寝かな。ゆっくり寝てください。寝る時間ですね。埋まった。きなこさんのハウスの前にしゅんくん置いたら見事にもう入ってくつろいでますね。今までサークルの中に入れてたんですけど、寝るとき以外はもうサークルに入らないので、今せっかくなのでハウスを出してきました。これどうぞ。お湯できたね、僕。まさくじゃない、クレートだ。出てきたの。巣から出てきたの、僕。出た。あー、いい子だね。ハウス上手だね。ご飯食べないの？どうしたの？珍しいね。しゅんくんご飯をですね、残してるんですよ。あ、と思ったら来ました。きなこさんがいないから調子が出ないんですかね。ありがとう、ちゃん、いいよ。ご飯も食べずに膝の上に乗ってしまいました。しゅんご飯食べない。いらない。あ、食べた食べた。あれいらないの。よかったよかった。ちょっとね、しゅんくん食ムラがありますね。でも下げちゃうよ、ご飯。いい？でもご飯の方は見てるんですけどね。下げるよ。食べる？どうする？食べるんだ。